可愛いですね。これはかなりテンションが上がります。お、高級感のある感じの来ました。めちゃくちゃ可愛い。こんにちは、シェリです。今回はアドベントカレンダーの開封動画です。今年ゲットしたのはこちら、マックのアドベントカレンダー、ブームブームワオコンプリートアドベントカレンダー。マックのクリスマスコフレはかなりの種類があったんですが、こちらのアドベントカレンダーは小さいのと大きなものがあって、こちらは大きい方のサイズのものになります。こちらは値段がね2万円ぐらいなんですが、倍以上のコスメやスキンケア商品が入っているということで、すごいテンションが上がるクリスマスコフレかなと思います。では開けていきたいと思います。アドベントカレンダーの形がすごい可愛いの。こんな感じです。じゃん、かまぼこ型、かまぼこ型みたいな感じなんですけど、クリスマスの感じのデザイン可愛いですね。こちらがねパカって開けられます。はい、ダン。箱のデザインとかがねもう結構メタリックな感じで、かなりキラキラしてるんですけども、アップで見るとこんな感じで、まあここにね番号が書いてあって、 1,2,3,4,5,6、 こちらはアドベントカレンダーなので、本来だったら12月1日からね一つのボックスずつね開封していって、12月24日にこの24番のボックスを開けて、まあ、クリスマスまでね少しずつねギフトボックスが楽しめるという、そんなものになっています。こちらかなり大きいんですよ、サイズが。これはかなりテンションが上がります。はい、では開けていきましょう。真ん中の方に18個ボックスあって、外側にもボックスがあります。というわけで、まずこちらの1番から、こちらが、お、めちゃくちゃ可愛い。こちらレトロマットリキッドリップカラー、フィールズソーグラウンド、かっこリップグロス。はい、1はマットの赤リップですね。これはクリスマスデートとかにつけたい。可愛い。マットの赤リップ欲しかった。すごいテンション上がります。はい、秋冬シーズンにヘビロテしたくなりそうなマットの赤リップです。では続きまして2、開けていきましょう。ちょっと小さめかな。はい、2はアイシャドウ。こちらはダズルシャドウラストダンス。かなりラメがキラキラしている。キラキラです。キラキラのアイシャドウ、2つ目も最高に可愛いですね。はい、アイシャドウ3番開けてみます。おっと、3番はこちらです。はい、お、こちらはクリアなリップグロスかな。リップガラスクリアって書いてありますね。サイズ感がすごい可愛いです、リップグロス。はい、続きまして4番、こちらラメ感が入ってるスティックタイプのものですね。こちらマックプレッププライムリップってリップベースということなのでクリアなのかな。5、お、マスカラかな。インエクストリームディメンション 3D ブラックラッシュマスカラですね。マックのマスカラは使ったことがないんですけど、ブラックなマスカラですね。つけるとこが結構長めのものですね。では6いきましょう。6、お、ちっちゃい。こちらはちょっとアイシャドウっぽいですけど、アイシャドウかな、マットな感じするけど、スモールアイシャドウオメガ、ベージュっぽいカラーで馴染みが良さそうなアイシャドウ。普通に売ってたら選ばなさそうだから、なんかこういうコフレに入ってるのを機に使ってみたいと思います。7、おっと、これはなんだ。お、高級感のある感じの来ました。パウダーキスリップスティックデポーデッドトゥーチリ。これは綺麗な色味のものが出てきました。これは可愛いですね。私が普段使っているマックのリップがモカ、ブラウンっぽい赤なので、これはね、ちょっと気になってた色味だったので嬉しい。可愛いね。テンションが上がります。このケースのマット感がすごい好き。続きまして8です。お、こちらもグロスっぽい感じかな。グロスではありませんでした。こちらは何でしょう。ストロボクリームピンクライト保湿クリームですね。はい、こちらは保湿クリームということで、そうそう、スキンケア商品もいくつか入ってるということだったので、あ、お、出てきちゃった出てきちゃった。ラメっぽい感じの保湿クリームですね。お肌に塗ると結構キラッとします。はい、マックの保湿クリームミニサイズで入ってました。試してみたいと思います。9、こちらもアイシャドウですね。スモールアイシャドウ I'm into it、 ローズっぽい感じかな。可
濃いめの赤っぽい感じ。おーおーおーおお。ブラウン寄りの赤ですね。しっかり濃い色が出そうなので、キリッとしたい時に使うのがいいかもしれません。アイシャドウ10。なんだこれは、丸っこい筒っぽいの出てきました。なんだこれは、おっと、これは化粧水かな。すっごい可愛い。なんだこれ、フィックスプラスオリジナル化粧水。こちらシュッシュってやる霧吹きタイプのものなので、すごい使いやすそうですね。なんか持ち運んでこれから乾燥する季節にメイクの上からシュッシュってするのもいいかなと思います。コンパクトサイズなので旅行先や持ち運びにも良さそうです。続きまして 11。 はい、お、下についてきたのがこちらが、あ、細めのスティックって感じかな。リップガラスベリーゴーライトリー、かっこリップグロス。優しめのゴールドな色合いのリップグロス。リップにしては結構細めな感じで、化粧ポーチにもスンと収まりそう。ラメ感がすごいです。こちらリップに重ね付けすると可愛いかもしれません。リップガラス、今塗ったリップガラスがすごい甘い香りがします。12。あ、アイシャドウかな。スモールアイシャドウネイキッドランチというカラーのものです。さっきのに比べるとかなりキラキラとしたきらめきな感じで、はい、こちらもアイシャドウでした。マックの先ほどまでのアイシャドウの比較、これが一番キラキラの大粒ラメ感があって、これがマットな感じの色で、これがキランと大人かわいいお上品な感じ。そんな感じでした。前半の12個を開封してみたのでざっと並べてみました。はい、1からこんな感じです。7日からこんな感じです。この時点でかなり豪華です。残りの半円、こちらを開封していきたいと思います。はい、13からいきましょう。13、ミニリップっぽいぞ。ミニリップっぽいは、こちらのサイズは MAC のミニリップシリーズじゃないかな。はい、リップスティックデュボネ、どんな色味でしょうか。お、かわいいです。かなり濃いめのレッドって感じかな。お、いいねいいね、ワインレッドっぽいかな。色味もすっごいかわいいです。大人なレッドって感じですね。はい、サイズ感がすごい好き。小さいカバンにスッと入る感じが気に入ってるので、デュボネのカラーも愛用していきたいと思います。はい、14。あ、細めのリップグロスじゃないか。はい、来ました。ゴールドっぽいラメの色違いですかね。リップガラスキャンディーボックス、かっこリップグロス。はい、さっきゴールドのラメ感のがあったんですが、こちらは、こちらも甘い香りがします。はい、そしてかなりしっかりめのピンクって感じかな。一塗りでこの濃さ、かなり可愛いラブリーな感じのピンクです。15。なん、あ、また出てきました。マックのミニリップシリーズ、リップスティックツウィック。どんな色、ツウィックってどんな色。ツウィックは大人ピンクって感じ。はい、こんな感じで使いやすそうなリップですね。16。この大きさはアイシャドウですね。スモールアイシャドウガーリー、これは可愛いな。こんな感じのピンクのアイシャドウです。少しコーラルピンクっぽい感じのピンクのアイシャドウです。はい、少しキラーンとします。こんな感じでは17。はい、お、こちらはブローセットクリアアイブロウ。はい、こんな感じで眉毛を整える感じの、はい、クリアなものですね。こういうの使ったことないわ、初めて。ブローセット18。あ、これもミニリップスティックじゃない。ほら来た、ロシアンレッド。はい、赤、どれぐらいの色味でしょう。これはすごい綺麗な真っ赤ですね。おお、発色がすごい綺麗です。私のマジックショーをする時の、衣装に合わせたメイクに合いそうです。19。はい、19は、あ、細長リップスティックじゃないかな、こちら。リップガラスのこちらは、スパイスというカラーです。ちょっとベージュっぽい感じの。はい、大人なピンクかな。このリップガラス、色がすごいつくね。ブラウンピンクって感じかな。20。細
長リップグロスなのか。あ、細長リップグロスきました。続きますね。はい、こちらはリップガラスのオールシングスマジカル。キラッとしそうなピンクですね。ポンポンポン。うん、こっちのピンクよりもこっちの方が使いやすそう。アメ感がキラキラーンとしてて可愛いです。はい、21。はい、これは、あ、ミニリップスティックまた来たんじゃないの。これはマックのミニリップスティックシリーズ、ガールアバウトダウンというカラーですね。はい、どんなガールですかね。おお、これはすごいです。バービー人形っぽい。このピンクはすごいな。パリスヒルトンっぽい感じですね。じゃあちょっと一塗り。わお、こちらはザ・ピンクって感じですね。すごい可愛いね。どうやって使おうかな。すごい可愛いカラーです。最近私マジシャン用の新しい衣装にサテンのドピンクのねパンプス履いてるんですけど、その時のマジックショーの時に使ってみようかな。ザ・ピンクなカラーでした。残り3つです。はい、クリスマスまでのカウントダウンですね。はい、こちら22。はい、ダン。また綺麗な色のアイシャドウです。こちらがスモールアイシャドウラディというカラーですね。すごい綺麗な高級なカーテンみたいな、すごいキランとしてます。はい、こんな感じです。なんか塗ってみると結構オレンジっぽくも見えるかな。オレンジゴールドって感じかな。アイシャドウのパッと見は赤っぽいんですけど、キランとオレンジっぽいゴールドっぽくも光ります。23。はーい、23です。あ、これもミニリップスティックじゃないかな。ストン、ほら出た。もうすぐわかるようになっちゃった。テルリオ。こちらがお、ブラウン味のある赤ですね。このシリーズも結構香りがするんですよ、甘い香り。こんな感じです。大人可愛いですね。すごい使えそうなカラーです。このシリーズかなりたくさん入ってるんですけど、個人的に嬉しいです。はい、ラストこちら24。メリークリスマース。ちょっと四角い、なんか特別感があります。24、何でしょう。ラストです。え、なんと最後はこちらでした。やっほー。私映ってるかな。ハロー。はい、ということでラストはミラーでした。キーチェーンの付けられるミラーでした。あー、かわいい。ラストはコスメではないという、最後の最後でミラーとは思ってなかったんで、はい、なんか楽しいね。いいですね。はい、そんな感じでした。ということでちょっと並べてみます。13からはこんな感じで、19からはこんな感じです。23、24。ちょっと順番がメタメタになってますが、はい、全部でこんな感じで24個のアイテムをゲットできました。マックなのでやっぱりリップ系がね結構多かったかなと思います。はい、というわけで今回はマックのクリスマスアドベントカレンダー2020一気に開封してみました。梱包されてるボックスも可愛いし、やっぱ一つずつね開封していくワクワク感がたまらないですね。開封してみた結果、スキンケアはこちらの2つで、もう少し入ってるかなと思ったんですけど、化粧水と保湿クリームでした。で、マスカラが1つ、こちらがねアイブロウのクリアなもの、こういうのあんま使ったことないので使うきっかけになっていいですね。リップスティックベース、こういうのもねあんまり使う機会ないんで、これを機に使ってみたいと思います。こちらのクリアのリップグロスね、これはなんかすぐなくなっちゃいそうですね。はい、こちらのリップガラスは4色、細めのスティック感がポーチの中で邪魔にならなそうで、ささっと2本ぐらい入れちゃってもいいかなと思います。大きめのリップはこの2つですね、チリとレトロマット、こんな感じです。こちらがミニサイズのマックのリップシリーズですね。はい、この冬にねいろいろなシチュエーションに合わせて使っていきたいと思います。ラメ感があったり、ちょっときらめきっぽいのと、こちらも大人上品なキランと輝きそうなベージュっぽいカラーです。はい、残りの3つがこんな感じで、あまりラメ感のないマットな感じの肌なじみしやすそうなベージュカラーと、これはね塗ってみるとオレンジゴールドに輝く感じのゴージャスな感じのアイシャドウと、こちら結構しっかりとしたね色味のレッドブラウンみたいな感じのアイシャドウです。アイシャドウはこちらの系列。最後の20はこちらのミラーでした。はい、
普段リップとかあんまり冒険できないタイプなので似たような色味ばっかり買っちゃうんですね。なのでこういうアドベントカレンダーだと、まあ正直何が入ってくるかわからないので、これを機にね、ちょっといろんな色味のものをね使ってみたいなと、メイクの幅を広げるにもいい機会だなと思いました。かなり豪華な内容だったかなと思います。 MAC のものがかなり気に入ったので、来年もね、もしあれば購入してみたいなと思います。 MAC に関してはこのアドベントカレンダー以外にもクリスマスコフレの種類がかなりあったんですよね。リップのセットとか、なんかクリスマスのリップのコレクションみたいなやつとか、十何本もリップ祭りみたいな感じで入ってたりして、そうそう、いろんな形があったんですけど、そのやっぱワクワク感に関してはこのアドベントカレンダーいいですよね。今年の冬は MAC のコスメを使って楽しみたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。